こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。早速だけど、霊夢に問題だぜ。なに、急にクイズ？世界一長い旅客列車は、どのぐらいの長さがあるか知ってるか？旅客列車だよね。ホームに収まる長さじゃないと困るから、長くても5から600メートルぐらいじゃないかな？残念、不正解。正解は2022年に歴史鉄道が記録した約 1.9 キロだぜ。東京駅から新橋駅までの距離とほぼ一緒で、全部で100両の車両が連結されて運転されたんだ。100両編成。そんなに繋がっていたら後ろの車両はホームからはみ出してるんじゃないの？まあ、当たり前にほとんどの車両が、ホームじゃないところに停車することになった。ただ、これはあくまでもギネス記録を狙って開催されたイベントで、普段から歴史鉄道では100両編成で運転しているわけではないぜ。そうなんだね。世界にはこういった鉄道の世界一記録がいろいろとあるけど、実は日本にも鉄道の世界一記録があるんだ。え、そうなの、知らなかった。それじゃあ、今回の動画では日本で記録された、様々な鉄道の世界一記録について解説していこうと思うぜ。おお、早くどんな記録があるのか見ていきたいわね。それじゃあ、ゆっくり見ていってね。まず一つ目は、青函トンネルだぜ。本州と北海道を結ぶ、津軽海峡の海底に作られたトンネルだよね。そうだぜ、その青函トンネルは世界一長い鉄道の海底トンネルなんだ。なんと、青函トンネルの総延長は 53.85 キロに及ぶぜ。東京駅から東海道本線の辻堂駅までがおおよそ 54.8 キロだから、その間ずっとトンネルだと考えるとイメージしやすいと思う。確かに、そう考えると結構な距離だと感じるよね。そもそも、青函トンネルってどういう経緯で建設されることになったのかな？もともと、本州と北海道はトンネルでは繋がっておらず、青森駅と函館駅を結ぶ形で連絡線が運行されていたんだ。貨物列車は貨車ごと連絡線に積み込んでいた関係で、青森駅と函館駅は港に対して垂直になるような形で設置されているぜ。その二つの駅行ったことあるけど、他の駅と微妙に構造が違うのはそういった理由があったんだね。青森と函館を結ぶ連絡線ということで当時は青函連絡線と呼ばれていて、複数の船で青森駅と函館駅の間をピストン輸送していた。だけど、青函連絡線が運行されている海域は季節によっては荒れやすく、1954年には青函連絡船洞爺丸が沈没する事故が発生する。この事故で1155人の命がなくなり、国内で発生した海難事故の中でも史上最悪の事故になってしまったんだ。え、1000人以上も亡くなる事故が発生したの？どうしてこの事故が発生したのかな？当時、台風が近づいていて風が強く波も高かったんだけど、洞爺丸の船長は問題ないと判断して函館から青森に向けて出航したんだ。だけど想定以上に波も風も強く、船尾にある車両搭載口から海水が船内に侵入していった。その後強風と波浪の影響で洞爺丸は流され座礁。船体が徐々に傾いていって最終的には沈没してしまったんだ。座礁した時に地上へ救難要請を出したんだけど、天候が天候だっただけになかなか救助に向かえず、被害が拡大してしまった。なるほど、そういうことだったんだね。この事故がきっかけになって青函トンネルの計画が動き出した感じかな？その通りだぜ。実は本州と北海道をトンネルで結ぶ計画は第二次世界大戦前よりあって、この事故がきっかけにその計画が具体的になっていったぜ。その後、様々な調査が行われてルートが決まり、1961年から順次調査のためのトンネル掘削が始まった。海底部分のトンネル工事中に4回も水が漏れ出すという非常事態が起きて、34人の殉職者を出す大工事になったものの、国鉄民営化後の1987年11月に青函トンネルは完成したぜ。そして、1988年3月に行われたダイヤ改正のタイミングで開業。以降、旅客貨物問わず多くの列車が本州と北海道の間を結んできたぜ。工事期間の長さや殉職者の人数を聞くとすごく大変な工事だったんだね。でも、青函トンネルができたおかげで、船に乗り換えなくても本州と北海道の間を移動できるようになったのは、すごく大きな出来事だと思うな。ちなみに青函トンネルは開通当初世界最長のトンネルだったんだけど、2016年に開通したスイスのゴッタルドベーストンネルに抜かれ、世界最長の称号を譲ることになったんだ。だけど、海底を通るトンネルの中では世界一なことは変わりないから、現在は、世界最長の海底トンネルと名乗っているぜ。今後、青函トンネルの記録を抜くような海底トンネルが現れるのかすごく気になるよ。二つ目に紹介するのは、大研坑道駅だぜ。この駅は世界で一番低い場所にある駅で、海面から140メートル下にあるんだ。かなり深いところにある駅だね。実は、この駅さっき紹介した青函トンネルと関係がすごく強いぜ。この大研坑道駅は、青函トンネル達比社交線に設置されている駅で、誰でも利用可能だ。青函トンネル達比社交線？初めて聞いた路線名だけど、どんな路線なのかな？
青函トンネルを建設するときに作業員や物資を運ぶため、青森県側と北海道側に一本ずつ車高が掘られたんだ。青森県側に作られた車高を見学できる青森トンネル記念館が設置されたんだけど、その記念館から地下にある青函トンネルを結ぶケーブルカーだぜ。そうなんだ、そういうケーブルカーがあるの知らなかったよ。一度乗ってみたいな。青函トンネル記念館の営業時間内なら乗車券を購入すれば誰でも乗車できるから、ちょっとアクセスしづらい場所にあるけど行ってみたらいいと思うぜ。現在も保守などで使われている坑道の一部に展示エリアが作掘られていて、実際に青函トンネルの掘削に使われていた機械を間近で見れるようになっている。さらに案内係の誘導で坑道の中を歩く時間も用意されているぜ。なおさら行きたくなってきたよ。今度マリサも一緒に行こうよ。そうだな、私も行ったことないけど前から興味あったから今度一緒に行こうか。今からすごく楽しみだわ。話が脱線したから本筋に戻るけど、このケーブルカーは現在も保線の作業員や機材を運ぶために使われていて、とても重要な役割を果たしている。あと、実は青函トンネル内にも世界一低い場所にある駅があったんだ。青函トンネル開業後から一時期タック海底駅という駅が営業していて、整理券を持っていれば下車して見学できるようになっていたぜ。北海道新幹線の開業で廃止になったんだっけ？その通りで、新青森新函館北斗駅間の開業の時に廃止になってしまったんだ。その結果、体験坑道駅は正真正銘の世界で一番低い場所にある駅になったぜ。世界一低い場所にある駅、今度行くのがすごく楽しみだよ。続いて紹介するのは、超電導リニア L0 系だぜ。この車両は磁気浮上式の車両としては世界最速の記録となる、時速603キロを記録したぜ。時速603キロ、想像できない速さだね。L0 系ってリニア中央新幹線の営業運転に使われる予定の車両だよね。霊夢の言う通り、L0 系はリニア中央新幹線が品川名古屋間が開業した際に、営業列車として実際に走行することを想定して開発された車両だぜ。つまり、これまで超電導リニアの実現に向けて様々な実験を行ってきたけど、そういった実験や試験で培ったものが集約された車両だと言えるぜ。ただ、時速603キロを出した車両は量産車ではなく、性能などの確認を行うために作られた試験車だぜ。量産前に性能とか安全性とかに問題ないか試験を行っているとこかな？そういうことだな。量産化に向けて山梨にある実験線で走行試験を繰り返している。山梨県都留市に県立のリニア見学センターがあるんだけど、走行試験を行っている日に行けば実際に走っている車両を見学できるぜ。見学できる施設があるんだね。新幹線よりも速い速度を出して走るリニアを直接見てみたいな。見学センターの公式ホームページに走行試験の予定も記載されているから、もし行くなら走行試験の予定をチェックしてから行くのをおすすめするぜ。4つ目に紹介するのは新宿駅だぜ。新宿駅はなんと、乗降客数が世界一なんだ。これは、なんか聞いたことあるかも。結構雑学的な感じでいろんなところで言われているから、知っている人も多いと思うぜ。新宿駅の1日平均の乗降客数は2016年の数値だと約347万人で、乗降客数が世界一多い駅としてギネスに認定されている。新宿駅が乗降客数世界一なのは知ってるけど、ギネスに認定されているのは知らなかったよ。確かに、ギネスに認定されたってことはあまり情報として出回ってないからな。知らなくても仕方がないと思うぜ。そもそも、なんで新宿駅はこんなに乗降客数が多いのかな？ターミナルの役割を持つ駅というのが一番大きな理由だと思うぜ。霊夢は新宿駅に乗り入れてる路線全部言えるか？JR が中央快速線と中央総武線、湘南新宿ライン、山手線、埼京線だっけ？他にも小田急や京王線、東京メトロ丸の内線もだった気がする。それに加えて都営大江戸線や新宿線もあるからな。乗ってきた路線から別の路線に乗り換えて、新宿以外の場所に行くという人の需要も結構あると思うぜ。確かに、私もそういう使い方結構するかも。そもそも新宿駅周辺がかなりの繁華街ということも理由の一つだと考えられる。純粋に新宿に用事があって新宿駅を利用している人もかなりの人数がいる。普通に新宿に用事があって利用する人も、新宿で他の路線に乗り換える人もかなりの人数いるから、新宿駅の乗降客数は1日平均でも300万人以上いるんだね。茨城県の人口が約287万人だから、毎日茨城県の人口以上の人たちが毎日新宿駅を使っていると考えると、この数字の凄さを実感するぜ。最後に紹介するのは、オリエントエクスプレス88だぜ。史上最長の距離を走破した列車として今もギネス認定されている。ギネスにも認定されているんだね。この列車はどんな列車なのかな？実はこの列車、鉄道会社ではなくテレビ局が主導で走った列車なんだ。霊夢は、オリエント急行って知ってるか？名前は聞いたことあるかも？でも、あまり詳しくは知らないかな。
オリエント急行はヨーロッパを走っていた豪華な長距離夜行列車で、この列車をもとに様々な鉄道会社が派生の列車を走らせていたんだ。そのオリエント急行を題材とした特番をフジテレビが1982年に放送した。そして、この番組を担当していたプロデューサーが取材していく中で魅了され、オリエント急行をヨーロッパから日本まで走らせるという構想を思いついたんだ。面白い構想だと思うけど、線路幅とかの関係でちょっと実現は難しそうじゃない？オリエント急行の車両を持つ会社や海外の鉄道ファンは肯定的だったんだけど、日本ではこの話を相手にする人はほとんどいなかったんだ。ただ、以前特番の制作を一緒に行った人が興味を持ち、国鉄内部から専門家を集めて走行可能か検討が繰り返し行われたぜ。その結果、線路がしっかりとしている幹線であれば問題ないという結論が出たんだ。とりあえず、日本国内は幹線であれば走れるってことになったんだね。それで、その後はどうなったのかな？国鉄民営化があったこともあってすんなり進まなかったけど、それでもフジテレビ内での理解も進み、1988年にフジテレビ開局30周年記念事業として、ヨーロッパから日本までオリエント急行を走らせる企画が進むことになったんだ。フジテレビの開局30周年記念事業で走った列車だったんだね。この時期はまだまだバブル景気真っただ中だったから、曲を味方につけれたのは大きいね。バブル景気真っただ中だったからできた企画とも言えるな。最終的に通過予定の各国や JR 各社、日立製作所の協力もあり、ヨーロッパから日本までオリエント急行を走らせるという、夢物語と思われていた企画がついに実現することになったんだ。1988年の9月7日にパリのリヨン駅を出発した列車は、途中様々な国を経由し、19日間かけて香港の旧友駅まで運行された。パリから香港まで約14,600キロを走破し、一つの列車が乗り継ぎなしで走った最長距離でギネスに登録されたんだ。国際情勢や運行の手間とかを考えると、今後同じような列車が走る可能性はかなり低いよね。こういう企画だから走らせることができた列車だと思うな。それで、香港到着後はどうしたのかな？香港到着後は全ての客車が貨物船に積み込まれ、日本に輸送されたぜ。日本に到着すると速やかに日立製作所の傘と事業所で、日本国内の走行に必要な改造工事が急ピッチで行われた。改造工事が行われた後は広島から東京まで走り、その後は日本各地を走って、主要な都市では車両の公開も行われたぜ。そして、1988年12月25日に上野駅に到着すると、予定していた運行が全て終了。その後再び日立製作所傘と事業所で復元工事が行われ、車両は全て返却されたぜ。こうやって話を聞くと、国内の一部区間だけでも乗車してみたかったな。実は、この時に使われた車両のうちの一つが日本国内で展示されているんだ。え、そうなの？車両を借りた会社がその後倒産して、その会社が保有していた車両は全て売却されることになったんだけど、その時に一両だけ神奈川県の箱根町にある箱根ラリック美術館の元に渡り、現在もその美術館で展示されているぜ。しかも、その車両内でお茶会を定期的に開催しているから、そのお茶会に参加すれば車両の中の雰囲気も細かく見れるぜ。箱根で当時走った車両の一両が展示されているんだね。今度行ってみようかな。今回は、日本と関わりの深い鉄道の世界一を紹介してきたけど、どうだったかな？日本と関わりの深い鉄道の世界一がこんなにたくさんあるとは思わなかったわ。鉄道といっても車両や駅、設備と違ったジャンルで世界一があるのが、結構面白いところだと私は思うぜ。とにかく、今度時間を見つけて二人で青函トンネル記念館に行こうね。そうだな、青函トンネルの構造がどんな感じなのか、見に行こう。この動画が面白いと思った人は、チャンネル登録とグッドボタンを押してくれると嬉しいぜ。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。冬が明けたね、もう暖かくて春の時期だ。春の鉄道イベントといえばダイヤ改正だね。そうだな、大抵の会社はこの時期にいろいろ変わる。新しい車両も気になるな。そうだな、今年も結構目ぼしいものがいっぱいあるぜ。ということで、今回は2023年に登場する車両を紹介するぜ。レッツゴー。まずは最近納品された大型新人だ。山形新幹線、E8系だ。これは知っているよ、最近試運転をしていたやつだよね。そうだ、山形新幹線は、福島から新庄までを結ぶんだ。ちょうど山形を縦貫する感じなんだね。この車両は今年登場したが、営業運転は2024年の春になる。現役の車両とどこが違うの？最高時速が300キロになったぜ。現役の車両は275キロだったけどな。じゃあ、近い将来ハヤブサと連結する可能性もありそうだね。そうだな、今は E2 系と連結する光景を見るけど、そちらもそろそろ引退だから、今後の展開に楽しみだぜ。
あと顔も少し変わったよね。スーパーコマチのルックスに似てる。同じデザイナーが作ったからね。なるほどね。あと、素晴らしい点がもう一つあって、コンセントが全席に設置されるんだ。それは革命的だね。東北方面の新幹線はコンセントのある車両全然ないもんね。そうだぜ、これで山形の旅も快適になるんだ。登場が待ち遠しいね。次の列車だぜ。次は海外の列車だぜ。ヨーロッパのオーストリア連邦鉄道、ナイトジェットだぜ。ナイトジェットってどんな車両？ナイトジェットはオーストリア鉄道の運営する寝台列車なんだ。ヨーロッパは夜行列車がまだあるんだね。日本は減りつつあるが、ヨーロッパはむしろ増え続けているんだ。環境問題の観点から、自動車や飛行機よりも列車を使って移動する人が増えているぜ。そうなんだ。まあヨーロッパは鉄道網が備わっていることもあるからな。話は戻るが、ナイトジェット自体はすでに走っているんだ。オーストリアを中心に、ドイツ、ポーランド、イタリア、チェコ、スイス等に展開してる。最近はフランス方面の便もできたな。列車で夜明かすっていうのも憧れるな。そうだな。そして、今回登場した新型車両は、インテリアが綺麗なんだ。白色をベースにした内装で、2人用と4人用の部屋があるんだぜ。それは良いね。でも、一人旅は心細いな。まあ、これは人次第だが、友達を作ると思えばいいのさ。なるほどね。ヨーロッパにいると、こういう知らない人と相席のケースは多い。だから、そこで人と関わるっていうのも個人的には楽しい旅だと思うぞ。そうだね、日本とは違う楽しみ方ができるかも。次の車両だぜ。次は北海道の737系だぜ。この車両はどんな車両なの？この列車は、室蘭線のキハ143を置き換えるために登場した車両なんだ。そうなんだ。座席は混雑緩和のために、ロングシートになっているぜ。北海道の車両って昔ながらのボックス席が多かったのに残念だな。確かにそうだな。でも、ボックス席は正直良いことだらけじゃないんだ。そうなの？もちろん特急列車のようで快適な面もある。一人で座ったら足も伸ばせるしな。でも、一人や少人数で陣取る人が多くて、なかなか着席率が良くないんだ。都会だと隣が誰だろうとお構いなく座るけどな。だから、立ち客がドアやデッキに集中しやすい。なるほどね、日常客のニーズに応えたんだね。そうだぜ。他にはどんなことが変わるの？車両が機動車から電車に変わったことで所要時間が少し早まるんだ。それは便利だね。おかげで乗り継ぎが少し楽になるんだ。現状は室蘭線のみに導入の予定だが、もしかしたら別路線にも導入されるかもな。今後の展開に楽しみな車両だね。次の車両は、京急線系だ。京急は東京の品川から、羽田空港、横浜、三浦半島を結ぶ路線だぜ。あれ？この車両ってなかったっけ？そうだな、2002年から製造されているんだ。かれこれ20年以上製造が続いている。そんなに長期間作られているんだね。その車両が今年も登場する予定なんだぜ。どうしてそんな車両を紹介するの？この車両は製造されるたびにバージョンアップされるからなんだ。最初はアルミの車体でセミクロスシートの車両だったんだ。モーターもドイツ製のものを使って、音階を鳴らす車両もいたぜ。でも、時代のニーズに合わせて常にバージョンアップを心がけているんだ。それはかっこいいね。素材がステンレスになったり、座席にコンセントの付く車両もできたぜ。それはすごい便利だね。つい最近では、座っていけることが利点の有料着席列車が流行したため、京急もそれに合わせた線形を作ったぜ。本当に時代のニーズを満たした車両なんだな。この車両を見ると、鉄道のニーズや歴史を多かった理解できると言っても過言じゃないぞ。すごい面白い車両だね。今年は14両製造されるらしいが、今後どうなっていくか期待だぜ。楽しみだ。次の車両だぜ。次は、宇都宮の LRT だぜ。最近話題の宇都宮の路面電車だよね。そうだな。宇都宮駅から芳賀町を結ぶ路線なんだ。宇都宮の町から、工業団地、人口密集地等を結ぶ便利な路線になるぜ。開業は2023年を予定していて、もう準備が結構できているんだ。そうなんだ、この路線ができるメリットって何なの？こういった路面電車のメリットは、数多くあるんだ。一つ目は、バリアフリーの観点からだぜ。路面電車は地面と床の距離があまりない、だから乗り降りが楽なんだぜ。足が悪い人にはすごいありがたいね。二つ目に、環境問題の観点からだ。路面電車は、自家用車と比べて一度に多くの人を乗せられるから、二酸化炭素の量を減らすことができる。列車は環境に優しいって言われるもんね。そして三つ目は、利便性の観点からだぜ。ライトレールは、自動車が走る道路ではなく道路とは別の専用の線路を走るんだ。だから渋滞で遅延しにくいんだぜ。それは良いメリットだよね。他にも、コスト面でもそれなりにお得なんだ。地下鉄と比べて建設のコストがとても安い。いろいろメリットがあるんだね。そうだぜ。次の車両だぜ。
今度の列車は、アメリカの車両だ。アムトラックの高速鉄道はベリアリバテだぜ。聞いたことのない車両だね。アメリカに高速鉄道があるの？一応あるぜ。東海岸のみだけどな。ボストンからニューヨーク、ワシントン DC を結ぶ路線なんだ。アメリカの大都市を結んでいるんだね。そうだな。この路線は飛行機とも対抗できるほどなんだ。そうなんだ。鉄道もまだ捨てたもんじゃないね。で、この車両はどんな車両なの？これはフランスの鉄道メーカー、アルストムが作った車両なんだ。フランスの高速鉄道、TGV やユーロスターを作っている車両なんだぜ。日本のライバル企業だね。車両自体は2019年に登場しているが、試運転を重ねて今年デビューするんだぜ。最高時速は350キロも出せるんだ。すごい速い車両なんだね。さらに充電用のコンセントも完備している、便利な車両なんだ。他にも、カフェのある車両もあって、現役の車両よりメニューが豊富になるんだ。いいねー、鉄道での移動がますます楽しくなる。これからも海外の列車に期待だね。次の車両も海外から行くぜ。大黒鉄、883系だ。あれ？この車両見覚えがあるよ。北海道で見たことがある。そや元北海道の車両だからな。この車両はもともと国鉄時代の車両で北海道の各都市を結ぶ特急だったんだ。今残っている車両はほとんどないぜ。そして、引退した車両の一部がタイに輸出され去年から試運転を開始しているんだ。そうだったんだね。最初この車両が輸出されると発表があった時、タイ人のリアクションは否定的だったんだ。何せ車両が古すぎるからね。まあ確かにそうだね。古いもの渡されても長続きしないし。でも、バンコクの工場でレストアをしてデビュー当初の色鮮やかな車両に戻ったぜ。そして、最近ではタイの観光地を結ぶツアー列車として使われているぜ。また、仮に設備が古くても、冷房がついているからタイでは高級な存在なんだ。そうなの。タイの車両は基本冷房がないからな、ついているのは一等客車だけだ。そして、一等でもエアコンの有無で値段が大きく変わるんだぜ。私もエアコン付きの列車に乗ってそれなりに金額取られた。そこまで高級視されるんだね。日本とは感覚が全然違うだろ？そうだね。そして、大黒鉄曰く、この車両を50年走らせるらしい。そんなに、すごい長い期間走らせるんだね。日本にいた時期も含め、もしかしたら100年走るかもしれないぞ。そんな列車聞いたことない。次の列車だぜ。次の車両は、大阪メトロ400系だ。大阪メトロの中央線と、京阪奈線を走る予定なんだぜ。随分変わったデザインだね。そうだな、プレスリリースの際話題になった。この車両は現在運行されている車両の置き換えで製造されるんだ。2023年の4月から運行開始予定だぜ。2011年以来12年ぶりの新型車両で、製造元は日立製作所なんだ。そうなんだ。そして、デザインはなんといっても魅力的だ。宇宙船をモチーフにした車両なんだ。この車両の良い点は何なの？ Wi-Fi 完備、USB ポートが設置されているぜ。最高の車両だね。この車両、前から見ると時計にも見えるね。そうだな、G-SHOCKでこういうデザインある。他に特徴のある点といえば、座席だな。この車両の一部の座席は、クロスシートが設置されているんだ。通勤列車なのに意外だね。そうだな。個人的に乗客数が減る気がするが、パーソナルスペースが増えることが目的らしい。でも、それはありがたいことかも。前に人がいるってなんだか嫌な時がある。確かにそうだな。次の車両だぜ。次の車両はまた海外だ。フランス国鉄の TGVM だぜ。フランスの新幹線だよね。そうだぜ。製造自体は2022年だけど、本格的な試運転は2023年から開始したぜ。チェコの試験センターで絶賛テスト走行中だ。この車両も旧型車両を置き換えるの？そうだぜ。2階建ての車両で、300キロ以上の速さで走るんだ。日本のマックスみたいな車両だね。確かにそれを思い出すな。営業運転は、パリオリンピック前には運行を開始する予定だと発表されたぜ。そうなんだ。ねえ、ところで TGV ってどんな新幹線なの？TGV っていうのは、フランスを中心に運行されている新幹線のことだぜ。もちろん他国への直通運転も行われていて、スイス、ドイツ方面にも足を伸ばしている。他にもイタリアやスペイン、ベルギー、オランダ方面の列車もある。他にも鉄道版の LCC もあるんだ。鉄道版の LCC があるの？飛行機みたいだね。ウィボーって言って、事前予約ですごいお得な料金で乗ることができるぞ。もちろんサービスは低下するけどな。持ち込める荷物の量やサイズが小さくなり、ファーストクラスもない。でもまあ安いならいいじゃない。そうだな。ヨーロッパにはこういう格安で乗れる高速鉄道がそれなりにあるんだ。だから今度行く時に乗ってみるといい。そうだね。さて、最後の車両だぜ。
最後の車両は、東武鉄道のスペーシア X だぜ。待っていましたこの車両。この車両は、現状の日光方面の特急を補う形でデビューする予定なんだ。デビューは2023年の7月を予定してるぞ。今までのスペーシアとは全く違うデザインだね。そうだな、かつてのスペーシアはカラフルだったしな。スカイツリーの色合いや、オレンジと黒を基調にしたデザインだったんだ。それが今度はホワイト一色だぜ。最近の列車はカラフルな車両よりも一色のみの車両が多いね。そうだな、相鉄といい西武といいそんな感じだ。この車両の特徴は何なの？なんといっても内外装が豪華であることだぜ。内装は、今までの一般座席だけじゃなく、コンパートメント、ラウンジもあるぜ。ラウンジは先頭の景色を眺められるから鉄道ファンにはもってこいの座席だ。コンパートメントは、ソファーのような座席で、広々としているぜ。さらに、新たにプレミアムシートという座席も導入されるんだ。今までのスペーシアに遅れを取らないような座席だぜ。それはすごいね。現役のスペーシアもすごい豪華だったから、それ以上が出てきて楽しみだ。また、ラウンジには、カフェが常設される予定なんだ。日光にちなんだメニューが豊富で、クラフトビールやコーヒーが楽しめるぜ。移動中も日光を味わえる路線なんだね。その通りだぜ。さて、今回はここまでだ。どうだった？いろいろな新しい車両を知れてよかったぜ。海外もいろいろ見てみたいな。そうだな。じゃあ、今回の動画はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。ねえマリサ、どうしたんだ霊夢。そろそろ海外渡航も緩和されたし、海外に行ってみたいわ。お、いいな。じゃあ今回は旅行計画を作るのにぴったりな。車窓から絶景が楽しめる海外の鉄道10選を紹介するぜ。世界の鉄道だとどんな絶景が味わえるのか楽しみだわ。まずはアメリカから、アラスカ鉄道の紹介だぜ。やっぱり絶景といえばパノラマビューよね。アラスカ鉄道はその名の通りアメリカのアラスカ州の南部にある鉄道だ。海に面した港町のスワードと内陸部のフェアバンクスを縦に結んでいるぜ。アラスカって寒そうだけど実際はどうなの？例えばフェアバンクスの気候は北極圏に近いこともあり、冬はマイナス50度ほどだな。やっぱり寒いのね。でも夏は25度を超える日もあり、1年間の温度差が激しい気候だな。夏は意外と過ごしやすそうね。そのせいか、アラスカ鉄道は夏の観光客に非常に人気の高い鉄道になっている。どうせ行くなら過ごしやすい気候がいいもんね。また、観光列車にしては珍しく、客車はモノクラスなんだ。モノクラスって何かしら？どの客席も同じクラスってことだ。つまり、どの乗客でもパノラマビューを堪能できるドームカーを利用できるんだ。観光客に優しい仕様ね。車窓から楽しめるのはなんといってもアラスカの雄大な自然。日本では絶対に味わうことのできない自然美に折り重なる山々が魅力だぜ。大自然が堪能できるなら、どの季節に行っても四季折々の風景が楽しめて良さそうね。そうだぜ、過ごしやすさでのおすすめは夏だが、風景的におすすめなのは秋と冬だな。え、めちゃめちゃ綺麗な風景じゃない、思わず見とれちゃうわ。だろ？特に冬はオーロラを楽しむことができるツアーがあるし、一度は行ってみたいよな。もうここに行くことに決めたわ、早速予約よ。あと9つ残ってるんだが。二つ目は同じくアメリカの鉄道サンセットリミテッドだ。サンセットリミテッドはアメリカ大陸を横断する形で走っているぜ。横断？一体何時間かかるのかしら？約48時間、つまりは丸々2日は乗っていないといけない。48時間？発車時刻の関係なども考慮すると基本的に車内に3泊4日を強いられる列車だ。そのためだけの海外旅行になりそうね。しかも長距離列車のため、遅延は当たり前、6から12時間の遅延も日常茶飯事だ。さすがにルーズすぎない？サンセットリミテッドの遅延は顕著だが遅延に関しては日本の鉄道が優秀すぎるんだよ。でもそんな長時間乗ってたら、どれだけ風景が良くてもさすがに飽きちゃわないかしら？そこは安心してほしい。大陸横断鉄道なだけあって楽しめる風景も盛りだくさんなんだ。実際はどれくらいの距離を走るの？現在運行中の区間は、ルイジアナ州のニューオリンズからロサンゼルスまでだから、3211km だな。途方もない距離すぎていまいちピンとこないわね。大体日本列島の長さと同じくらいだぜ。日本縦断できちゃうじゃない。だったら確かにたくさんの風景が楽しめて飽きることはなさそうね。特におすすめの見どころは西部劇でおなじみのテキサス州の風景と、人工の巨大な貯水池アミスタッド湖、パームスプリングスの巨大な風力発電施設、あたりだな。すごいわ、どれもアメリカならではのスケール感ね。アラスカ鉄道に乗った後はサンセットリミテッドね。一体何日間旅行するつもりだよ。三つ目はスコットランドのウェストハイランド鉄道だ。ん？なんかこの写真、既視感があるわね。何を隠そうこのウェストハイランド鉄道はあの映画ハリーポッターでおなじみの、ホグワーツエクスプレスのモデルだ。え、あれって実在してたの？ということは9と4分の3番線も？それは存在しない。この写真に写っている橋はグレンフィナン高架橋という橋で、
映画にそのまま登場しているんだぜ。だから既視感があったのね。小さな時から同作品のキャラたちと一緒に歳を重ねてきた世代に、ぶっ刺さること間違いなしの風景が堪能できる鉄道だぜ。ちゃんと SL が走ってるあたりも映画と同じでファンなら必見な鉄道ね。もちろん見どころはこの橋だけじゃないんだ。この鉄道はグラスゴーからマレーブまでの約330キロを結んでいて、グラスゴーの近代的な工業建築物も楽しめるし、スコットランド特有の大自然を楽しむことができるんだ。植生が日本と全然違うから森や山を眺めるだけでも楽しめそうね。異国の街並みから山々、海までも堪能できるから、乗るだけでスコットランドを丸々楽しめる鉄道だぜ。旅のお供は百味ビーンズで決まりね。鼻くそ味は霊夢にあるよ。なんでよ。なんか四つ目は行々しいタイトルね。そうだぜ、四つ目に紹介するのは中国の青藏鉄道だ。この鉄道は中国の青海省西寧とチベット自治区のシフラサを結んでいる。高原鉄道だ、総線路距離は 1944km もある。この鉄道もそこそこ長いわね。長さも目を見張るが、青藏鉄道の凄さは長さじゃなく、その標高だ。なんと線路の平均海抜は約 4500m、最高地点の標高は 5071m にも及ぶ。サンセットリミテッドの総線路距離と同じで、数字が大きすぎて、いまいち凄さがピンとこないわね。富士山の標高が 3776m って言えば伝わるか？めちゃめちゃ高いじゃない。この標高を走る鉄道は、世界中で見ても青藏鉄道のみで、天空鉄道とも言われている。電車とはいえ、訓練していない人がそんな高いところに行って大丈夫なの？そこがタイトルに繋がるところなんだが、なんとこの青藏鉄道の車両は特注で、気圧調整機能が搭載されているんだ。つまり走る飛行機ってこと？まあそんなところだ。しかも車両には看護師と医師が同乗しており、万が一の高山病対策もバッチリな状態で絶景を楽しむことができる。お客様の中にお医者様はいませんか？おやる必要はないのね。そんな安全な車窓から眺める風景は天空鉄道という名前に恥じない絶景揃いで、高原ならではの生態系や吸い込まれそうな空、荒々しくそびえ立つ山々を堪能できるんだ。これだけ宇宙に近い場所に鉄道で行けるなんて最高だわ。一番おすすめの見どころはソナコだぜ。この湖は世界で最も高い場所にある湖だ。あ、なんか動物がいるわよマリサ。これは野生のヤクだな。さすが高いところなだけあって生息してる動物も知らない生き物だわ。5つ目の鉄道はスイスのベルニナ急行だ。この鉄道は、路線と周辺の景観が世界遺産に登録されているぞ。まさに走る世界遺産ね。総線路距離は約60キロと今までの鉄道と比べ短めではあるが、その分絶景は凝縮されていると思ってもらっていい。短い分気軽に楽しめる車窓かもね。ベルニナ急行ではどんな風景が楽しめるの？4つ目と同じく高い標高から高原の大自然を堪能できるぞ。まずはランドバッサー橋。この橋は石灰岩で作られた橋で、橋の上から眺める風景はまさに絶景と言える。石像の橋を電車が走るのはヒヤヒヤするわね。次はモルテラッチ氷河だ。スイスにある最大の氷河で、その雄大な姿を車窓から気軽に堪能できる。氷河って電車の中から見れるのね。このピッツベルニナはスイス東部のアルプス最大の山で、イタリアとの国境にある。あ、そういえばベルニナ急行は途中でイタリアとの国境を越えるから、乗車する際はパスポートが必須なんだ。え、そんな電車存在するの？なんかお得ね。さらに山が巫女のラードビアンコ。これは白い湖という意味の名前で、その名の通り青白く美しい湖だ。吸い込まれそうな湖で綺麗ね。どうだ？とても贅沢な車窓じゃないか？気軽に乗れる距離の鉄道なのに楽しみどころ満載で、行き先候補に急上昇よ。ベルニナ急行に乗車するだけでスイスの大自然を余すことなく堪能できるから、スイスに行く場合にはぜひおすすめしたい鉄道の一つだぜ。お次の6つ目も同じくスイスからゴルナーグラード鉄道だ。この鉄道の総線路距離は約 9km、乗車時間はおよそ40分だ。あら、なんか今までで一番短くない？その分この鉄道もかなりの凝縮具合だぜ。この鉄道は、マッターホルンが一望できるゴルナーグラード展望台直行の登山鉄道で、その車窓からはマッターホルンを余すことなく堪能できるんだ。マッターホルンって登らなくても堪能する方法があったのね。かなりの秘境にあるイメージだったから、とてもそそられるものがあるわ。登山未経験者でも、防寒対策さえしっかりしていけば、あとは列車に揺られながら、幽玄なマッターホルンの姿を余すことなく堪能できるぜ。とても贅沢な車窓だわ。でもその展望台って何が見えるの？マッターホルンはもちろん天文台や教会、レストランなんかがあり、一種の観光地化されているぞ。マッターホルンって思ってたよりも手軽に楽しめるのね。
コルナーグラード鉄道も含めてしっかり観光として成り立っているぜ。おすすめの季節はもちろん冬で、車窓から見える景色は一面の銀世界。暖かく安全な鉄道の中から銀世界の中のマッターホルンをじっくり眺めることができるのはゴルナーグラード鉄道だけなんだ。さっきのベルニナ急行と一緒に楽しむこともできそうね。アメリカの二鉄道と違ってスイスの二鉄道は確かに一度の旅行でギリギリ楽しめる距離感ではあるぜ。スイスの鉄道巡り旅を計画するのはおすすめだ。7つ目の鉄道はノルウェーのベルゲン急行とフロム鉄道だ。ん ?2 つ ?8 線目も一緒に紹介してくれるのかしら。いや、この鉄道は2つで1つとして取り上げさせてもらうぜ。また、今回紹介するルートは途中で船も挟むが、絶景を最大限楽しむ観点から、一緒に車窓からの風景として紹介させてもらうぜ。ベルゲン急行はノルウェーの首都オスロから古都ベルゲンを結ぶ鉄道だ。古都ってことは日本でいうところの京都かしら。差し詰め東京から京都を結ぶ鉄道ってことね。まさしくそうだが、霊夢には日本で例えないと伝わらないことがよくわかったぜ。ぶっちゃけるとオスロからベルゲンまでならベルゲン急行だけでも行けるんだが、道中のニュールダール駅でフロム鉄道に乗り換えることで、より絶景を堪能できるんだ。知る人ぞ知る裏技的な乗り方なのね。いや、結構常識レベルで有名だ。オスロからベルゲン急行に乗ってしばらくはノルウェーののどかな郷土風景を堪能できる。この風景いいわね、まるでハガキだわ。こういう海外の田舎の風景ってめちゃめちゃ映えるよな。郷土風景が徐々に森と山などの大自然に移り変わっていくぜ。うわ、癒されるわ。こちらもまさにノルウェーの原風景って感じで海外ならではだよな。ここからさらに進むと、徐々に標高も上がり森林限界が近づいてくるんだ。そしていよいよ完全に植物がなくなり、辺り一面荒々しい岩肌へと変貌を遂げる。最初ののどかな風景とは全然違うわね。本当に同じ電車から眺める風景なのか疑いたくなるわ。ここからさらに進むと雪がちらほら顔を見せ、いよいよ山を越えるまさに山場だ。かなり風景が移り変わるのね。走行しているうちにフロム鉄道への乗り換え地点、ニュールダール駅にたどり着く。フロム鉄道に乗り換えてからもまだまだ風景の移り変わりが続くぜ。荒々しい山がかなり近くで楽しめるわね。途中で見えるこのショースの滝だがシーズンによっては完全に凍りつく姿も楽しむことができるんだ。滝が凍っちゃうなんて自然の規模の大きさが味わえるわね。フロム鉄道はノルウェーならではのフィヨルドという氷河の侵食によりできた独特な形をした入り江を堪能できる高速船に乗り換えることができる地点まで走っている。高速船なんかかっこいいわね。たまには船旅もいいもんだぜ。この高速船では、さっきまでの山の風景から打って変わって世界遺産にも登録されている。ソグネフィヨルドの入り江を堪能しながら一気に海に出ることができる。え、さっきまで氷河とかに囲まれてたわよね。すごいだろ。だからフロム鉄道に乗り換えて高速船ルートでベルゲンに向かう。観光ルートが有名なんだ。この激動の風景の移り変わりはまるで一つの映画を見ているようだわ。北欧ならではの風景を一気に楽しめるからお得でおすすめな鉄道だぜ。八つ目に紹介するのはペルーのペルーレールだ。ペルーの天空の城ってことは、お、さすがのレイムも知ってるか。ペルーの武田城跡だと言われているマチュピチュね。逆だぞレイム。このペルーレールはマチュピチュ行きの唯一の観光列車なんだ。唯一どころか、マチュピチュって鉄道で行けるのね。むしろマチュピチュ観光に行くなら鉄道が最も便利なまであるぞ。観光列車なだけあってもちろんパノラマカーになっていて、マチュピチュに至るまでの神聖な山々の姿を間近で楽しむことができるんだ。何か風景からも神聖さが伝わってくるわね。特にペルーレールには天窓も設けてありながら行く大自然だけではなく、空も一緒に堪能できることも魅力の一つだ。さすが天空の城行きの観光列車ね。マチュピチュに向かう観光客はマチュピチュへの期待感をそそる風景だし、マチュピチュから帰ってくる観光客にとってはその旅の楽しさの余韻に浸らせる風景を堪能でき、観光列車としてこんなに完成された鉄道は他にないんじゃないかとすら思うぜ。マチュピチュを最大限楽しむためには必要不可欠ってことね。9つ目はメキシコからチワワ太平洋鉄道だ。あら、本当に可愛い名前ね。メキシコにはチワワ州があるからそこから名前が取られているぞ。チワワ太平洋鉄道で見れる絶景はしばしば大陸一の絶景鉄道と評されているんだ。可愛い名前してるのにすごいわね。大陸一だと言われているのは鉄道から見下ろすバランカデルコブレが、素晴らしいの一言に尽きるな。バランカデルコブレ？渓谷地帯だぜ。さすが大陸、スケールがでかいわね。このチワワ太平洋鉄道は、メキシコ唯一の旅客列車ということもあり、特に人気もある。唯一の旅客列車で絶景が楽しめるなんてメキシコの人は羨ましいわ。冷静に考えると旅客列車が一つだけってのもなかなか不便だと思うけどな。また、唯一ということもあってかその総線の距離は 653km ある。その分、渓谷の美しい風景だけではなくメキシコの色々な風景も一度に楽しめる。めちゃめちゃお得な鉄道だぜ。鉄道を利用するだけでメキシコの風景を余すことなく堪能できるなら、乗らない手はないわね。し
かも始発駅から終点駅まで各駅停車で駅によっては比較的長時間停車する場合もある。つまり、あわよくば普通に観光もできてしまう鉄道なんだ。さながらメキシコツアー列車ね。最後に紹介するのは、中国からチャカエンコのトロッコ列車だ。え、なにこれめちゃ綺麗な場所ね。厳密に言うとチャカエンコのトロッコ列車は鉄道ではなく、アトラクション的なものだが、景色は間違いなく絶景だから紹介させてもらうぜ。チャカエンコは中国のウユニエンコと言われていて、エンコの中をトロッコが走っているんだ。こんな綺麗な風景の中を走るトロッコとか眺めが良くないわけないわね。でもこれ、まんまジブリのあの作品のあのワンシーンじゃない？大正解だ霊夢。チャカエンコは、大人気ジブリ作品千と千尋の神隠しのあのシーンの、モデルだと言われている。やっぱりそうなのね、モデルどころかまんまあのシーンだもの。映画で水面を走る電車に憧れというか非日常感を感じていた人も多いかと思うが、なんと実在しているんだなこれが。水面に映るトロッコ列車がめちゃめちゃ綺麗だわ。トロッコに乗って風景を眺めるだけでまるで作品に入り込んだような、体験ができそうだわ。画像のような鏡面水面を楽しむには風のない日を狙っていく必要があるが、たとえ鏡面が見れなくても十分な絶景だと自信を持っておすすめできるぜ。一日中いても飽きなそうな風景でぜひこの目で味わってみたいわ。ああこんなにどの鉄道も絶景だとどこの国に行くか迷っちゃうわね。今回紹介した鉄道は本当にハズレのないおすすめばかりだぜ。全部回る予定立てましょう。まずはどこに行く？一体何ヶ月海外に行くつもりだよ。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。